ダブルデート、ツイッチ生放送を始めていきます。まあ、シーズン11ももう終わるってことで、まあ、多分このパーティー、まあ、チョークプラス化身ボルトルスを最後まで使い続けると思いますが、まあ、もしかしたら最後ちょこっとだけパーティー変えてからシーズン12、過去作のポケモンが解禁されるシーズン12のダブルレーティングに臨んでいくかもしれません。まあ、だいぶ手の内もバレちゃってるし、使いにくくなってる感があるから、同じ構築のままで戦い続けるのが厳しい感じを持ってるんで、まあ、とりあえず今日はこれで、まあ、レートも1700台に下がっちゃってるけども、やっていきます。1758、めちゃくちゃ下がってるぞ。対戦相手を探してます。しばらくお待ちください。カナダ、オンタリオ州、リアンさん。レート1716、VGC2015。うん、日本人じゃないくてよかった的な感じがある。なんか日本人の人に結構パーティーバレてる気もするし。ね、相手のパーティー、なんかまずキャプチャーしますね。キャプチャーに使用するソフトは、ラプチャーっていう、いわゆるおにぎりキャプチャーって言われる、まあよく使われるソフトを使ってます。で、相手のパーティーが、ガルーラ、なんだっけ、トリトドン、ウルガモス、クチート、テラキオン、ゲンガ。メガ枠は多分、ガルーラだけだと思うけど、ゲンガーと両メガで、どっちか出すかって選べる構築かもしれない。ウルガモスが超の舞いしてくると、ちょっと厄介だから、どうしよっかなって感じ。この構築だと状態異常耐性がちょっと弱めだから、ウルガモスがラムの実持ってるかもしれんけど、最近オボンの実ウルガモスも結構いるしどうだろうか。あるいは、ガルーラと組んでるからゴチゴチのって怒りの子の持ってる方かもしれない。その辺いろいろ考えると、ボルトロスは出すとすら先発だけど、草むすびがトリトドンへの貴重な打点にはなるけど、それ以外に対しての打点がきつい。で、テラキオン、ラムかタスキかわからんけど、タスキだったらボルトロスが結構苦しくなる。やっぱこれかな。トリトドンへの打点が薄いのが気になるけど、ボルトロス出したいけど、トリトドンはガルダになんとかしましょう。ビアンさん、対戦よろしくお願いします。ビアンが勝負したりした。相手の先生、ゲンが取り取る。あー、ボルトロス出せるって言ったか。ゲンガーがきついなぁ。ランドロスは何かの打点考えた時に大事かどうかだけど、威嚇枠として生きてればいいかなってのがあるから、凍える風とかミリクラとしてもランドロス動かすかな。ダメージレースがきつくなるだし。トンボガーリをトリブドに。クレセリアは、電磁波を、ゲンガーに。はぁ、目覚めるパワー。やべ、強。どうしようかな。ヒードランだときついか。ただガルーラ見せると裏からくっちいと出てくる可能性もあるし、ヒードラン出すか。電磁波がジェンガに決まる。レイジランドとは威嚇枠として残しておきたいから、レートビーム出した。凍らないでよ。大体ゲンガーが次何してくるかだけど、タスキ、多分タスキだよね。ヒードラン集中してくるかな。
シャドウ。ただ素早さはトリトドの方が早いから、麻痺状態だから、トリトドのゲンガーの順だったら、やっぱヒドラに頼まれた。で、セリー最高チェンジとトリトドに。ヒドラ身代わり払うかどうか迷ったんだけど、トリトドにダメージを稼がないですし、相手はヒドラの処理を早くしたいはずだと思うんだけど、多分ウルガモスとかでじゃ突破できないから、クチッとか相手は誰か守ってるかな。最高点数が決まる。ゲンガは守ってない。そっちも守るがない。ヘドロ爆弾をシャドウボールないのか。これ6つ。身代わり。シャドーボールがなさそうだから最適にするか。大地で落とせる範囲だったか。身代わり強引に張り抜かなくてもよかったかも。熱湯が水の方向。シャドウボールなんの？クソい。これ毒耐えない？おーい、眠った方がよかった。辛すぎですよ。失敗したな。トリトドンが守るあるかどうかが分からないんで、ね、イワナダレネットが一番いいかな。落とせるかな。ジェンガーとトリトドン両方落としたいけど、イワナダレネット、ネットで落ちるか。落ちてください。落ちてください。ジェンガー多分助けだと思ってるから、両方にヒット外さないでよ。おーい、ゲンガーひるんで。よっしゃ、テラキアンが来るときついか。チートなら大丈夫。ガルーダ、ヒードラ守って、ガルラクで、もう攻めタックル飛んでくるかな。ヘドバックは多分ランドストーク飛んでこないと思うから、シャドーボールだったら大丈夫。もう2ビートが来たらきつい。ヒードラ方向にケタグリ来るならバッキー。ジェンガは守れなさそう。相手のガルラメが進化。メガガルラに。ヒードラ守る。相手のガルダの行動は、手探りをヒードラ方向、OK。シャドーボールは向こうか、OK。次、ガルダが、猫魂持ってこなかったから、守る持ってるかもしれんな。熱風。ただ一応、猫魂行っとこう。交代してくるかな、ガルダ。それか守るか。ガルダ引っ込めて、何来る？あー、ウルガモス、きつい。セミタックル打ったー。これ読めるよね、多分。セミタックル打ってよかったな。ゴツメかもしれんぞ、これ。ゴツメじゃない。炎の体は発動しない。オッケードボンの実。
ガルーダ。グロパン持ってるかどうかだけど、あ、じゃあ、手探り持ってたからグロパンなんだけど、手探りやった。ガルーダもう一回引っ込めます。ウルザモスが怒りの炎あるかどうか、守るあるかどうか。あと、ガルーダが守るあるかどうか。でも、引っ込んだから守るラインじゃないかってあるけど。待ってくるかな、ウルザモス。ケタグリ熱風相手は腕がもし舞はなさそうだな。じゃあ目覚めるパー地面も多分ないだろうから、身代わり猫だまし両守るタイプのコンダードが取れるはず。相手のガルーダ守るあるんかな。猫だましが決まる。守るなさそうだね。じゃあウルガモスは熱風追い風。ここまでウルガモスが見せたわけだね。熱風、追い風、なくなる。あ、すまん。音がうるさくなった。音量調節します。熱風、追い風、あ、しか見せてないか。セミタックルをガルダ方向。怒りの粉。ただ相手グロパン型じゃないからその辺は楽。手探りをガルーダ、ガルーダじゃない、キーじゃない。うん、次の手探り耐えられないな。セミタックルが、ウルガモスに。一発で、二発で倒すが、粉の体が発動する。で、翼関係は追い風状態だから相手が上取ってる状態。ヒードラ守った方が良かったかな。やけどした。ほんで勝ちだ。相手はこっちにいたり同時に倒す方法がない。やけどダメージが相手が先に入る。まあ、追い風で相手が翼速くなってるけど、もともとの翼でも多分、こっちのガルーダ遅いから待ってた気がするけど、まあいいや、それは。ほんで、勝ちですね。対戦ありがとうございました。もう一試合だけ放送しましょうかね。通信して今しばらく待ってください。できるだけ海外勢の紛らしいパーティーと戦いたいなっていう欲求が個人的にはあります。対戦相手を探してます。しばらくお待ちください。あー、ポール。アメリカニュージャーシー州ポール、ポリトンのベース1801。ポール。パーティー着ります。どこだっけ。あ、すいません。焦ってパーティーキャプターの場所が分かんなくなった。ポール、前、一回、レート、一回かな。まあ、多分一回はレートで戦ったことあって、前はギルガルド、メガウォーマンで使ったパーティーと対戦したんですけど、いわゆるポールアンの。その時は、戦ってど、戦って動画、対戦動画上げてもいいって聞いて、まあ、OK もらえたんで、その時のポールとの対戦動画も、前の、このダブルデートシリーズの動画にあるんで、よかったらそっと見ていただけると嬉しいです。相手のパーティー、今回が、ニョロトのルンパッパ、サーナイト、レイジューランドロス、ケシンボルトロス、ヒードラン。まあ、やっぱり雨ですね。雨に対してはガルーラクレセリエ出すって決めてるんだけど、ボルトランドが来るときついかな。
ヒードランが活躍できるかどうか。ちょっときつそう。ただ雨状態が終わった時にヒードランが強く出れるか。ボールと、ただ、ヒードラン出さないとハイパーボイス耐性が低くなる。強引にヒードラン出すかな、やっぱり。ボルトロス、電源とか読まれやすいし、リバル入ってないから強引な決めるのもできない。ポールさん、対戦よろしくお願いします。ポールが勝負したきた。ガルラクレスで寄せます。相手の選手はランドロス、サーナイト。そうです。肝玉。サーナイトのハイパーボイスを食らうのはきついが、ランドロスに出てバカ力から食らう方がダメージが大きい。ガルラに対しては。だから、ランドロスが引っ込むかもしれんけど、ブランドロス直球だったら強引に動かしてくれる可能性もあるよね。まあ、こっちのガルーダが冷凍パンチ持ってるのを警戒したら引っ込む感じにする。それかランドロス守るあるかもしれない。相手のランドロス直球なのか、こだわりなのか、それ以外の効果ない。素晴らし関係は多分待ってるからね。猫騙しランドロスに言ってくれするような電磁波を引かないとここへ。相手はランドロスを引っ込めない。ガルーダがメガ進化。メガガルーダに。サーナイトと次目が進化。素早さはこっちのガルーの方が早い。ってことはトリルか、トリルも使ってくるのか、これは。猫騙しが決まる。強引に動かしてくれたらこれ直球なのかな、相手のヒ、ランドロス。猫騙しが通る。で、クレセレン電磁が決まる。サーナイトは麻痺状態。素早さ4分の1。で、麻痺バグも4分の1。ハイパーボイスが食らう。ガルーラが半分ぐらい削られちゃったけど、まあ、しゃね。次、ランドロスが先に行動してくるはず。畑落とす使ってくるか、交代するか。それか、トンボ返りか。わからんなぁ。冷凍ビームでいいか。形を少し食らったらきついよな。不意打ち冷凍ビーム倒すに近くもあったかもしれん。あー、トンボ返りか。きつい。あーって、しかもクレセリア、やっぱ眠った方が良かった。これ多分ニョロトの出てくる感じかな。ランドスこだわってるかな、これ多分。じゃあニョロトのナムフラシで、ベンジャウスか眠るかレートビーンか迷ってたんだけど、クレセリアの行動これ失敗だな。バグってくれ。トリックルーム、つい。雨でトリックルーム出るのか。ルンパッポもいるのに。強引に動かす。眠る。耐えない。つらい。ヒドラの方が遅い。トリクルムから早い。やけど引いた。熱を耐えてください。耐えない。あー、彼、めっちゃ最近ずっと見れてなかったと思ったけど、ヒードラ守らせた方が良かったか。
これ打開する方法ある？あるとしたら、トリクルのナシーブラの守らせた方が良かったか。プレセリアがランドロスにトンボ狩りされるシーンで眠ってたりを回復しておくと電磁波決めなくちゃいけなかったな。まあ、それだったら別にトリクルも決められたとかはダメか。まだトリクルの状態続くわけだから。サーナイトミネコ魂なんだ違う流れ。ウイース圏内には入るかもしれないスカフっていうかやっぱりあれ相手スカフに入れたのかこれスカフに入れたのにトリックルームに出てるのかえぇ、ー、直近なのに耐えない。急所。あー、あかん。スカーフによるその入りの雨なのに、サーナイトトリックルーンなのか。電磁波対策ってことかな。まあ、これ 4-0 かまされてますけど、負けです。ポールさん、大変ありがとうございました。2013年アメリカシニアチャンプ。大変ありがとうございました。はい、というわけで、ここまで2試合、ダブルレッドご視聴ありがとうございました。YouTube の方にも動画あげようと思うんで、よかったらそちらでも見ていただいて、コメント、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。次回このモチベーションにつながります。ここまでご視聴ありがとうございました。サンキューウォッチングマイツイッチライブスリーム&ビデオ。See you next time. Bye!